わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。諸君は毎日元気に過ごしておるか。さて、これまでフィロソフィアの扉では崇城大学の各学部の研究や取り組みを数多く紹介してまいった。語学部十学科に加え大学院も要する崇城大学は、時代のニーズに応えながら今後も発展していくじゃろう。今回は薬学部にスポットを当てて3人の研究者の取り組みを振り返ってみよう。さあ、一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部薬学科、横溝先生の研究室じゃ。未病対策とはどういうことなんじゃ？未病といいますのは、健康と病気の中間の段階を意味します。半健康的な状態になります。未病の原因としましては、不規則な生活や過食、栄養不足、睡眠不足、運動不足、喫煙などが考えられています。それと老化も未病の段階の一つと言います。世の中にいろいろあります健康食品、それらのデータをもとに、我々は実際その健康食品が本当に効果があるかっていうのを動物などを使って調べています。ふむふむ、具体的にどういう研究をしているんじゃ？主に、動物としてはマウスを使っていまして、マウスに、健康食品を長期間与えまして、例えば運動機能を上げたり、腸内細菌の改善したりすることを調べています。健康食品の中には多くは抗酸化作用があるものが報告されていますが、実際その抗酸化作用がどの程度強いか、どういう成分が効果を示しているかっていうのも調べています。免疫力については、マウスを使いまして、マウスの、免疫細胞を活性化するかっていうのを調べています。未病の過程で起こるものとしては冷え症なども含まれますけど、マウスを使ってその冷えに対する効果っていうのも調べています。未病を治すことができれば病気を減らすことにもつながるの。これからも未病対策の挑戦は続いていくのじゃな。我々は世の中に出回っています健康食品を材料にしまして、それらの健康食品がどういう効果が実際あるかっていうのを科学的に調べています。そういう成分を明らかにすることによって、さらに免疫力を上げるようなもの、健康食品やアレルギー、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを抑えるものを調べることによって、世の中に新しい健康食品を提唱していきたいと考えています。まずこれはロイヤルゼリーの製品になります。ロイヤルゼリーといいますのは、ミツバチの女王バチが作るこの成分を抽出したものになりますけど、それに乳酸菌でその発酵することによって腸内細菌をこう改善する目的で調べた製品です。それとコラーゲンもこの腸内細菌や皮膚の保湿効果の改善にあると言われていますので、従来にはないロイヤルゼリー製品を開発しました。で、実際マウスの腸内細菌を改善するということが分かっています。この製品は7つの生薬の抽出エキスになります。この製品については特に抗酸化作用やですね、
マウスの場合長期間投与することによって、まあ、運動機能を上げたりするということが分かっています。また腸内細菌をこう改善したりするというのも分かっています。まあ、今後研究の方針としまして、植物の成分を抽出しまして、体の免疫力を上げたり、アレルギーを改善したりするような、植物成分を調べまして、それらを健康食品として、商品化していくことを目指しています。諸君も免疫力アップに努めるのじゃぞ。続いては病気を予防する成分キトサンの研究を紹介するぞ。ここは崇城大学薬学部薬学科安楽誠教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。私はカニ殻から取れるキトサンというものを使いまして、天然の多糖類なんですけれども、それを口から摂取することによって、機能性食品として特に今腎不全ですね、腎不全の患者さんに応用できないかというところで、研究をさせていただいております。ですね、代表的なものは甲殻類でエビとかですね、イカ、そしてカニなどに含まれるんですけれども、そのキトサンを一番効率的に生成できるのが、まあ、カニというところになります。でただ山のものであったりするとキノコとかですね、ああいう中にも含まれるというふうに言われているので、もう自然界から取れる天然多糖として今重宝されているんじゃないかというふうに私は考えています。キトサンっていうものが胃の中に入るとちょっと膨らんで吸着作用を持つんですね。で腎不全の患者さんっていうのが基本的にはやっぱり腎臓の機能が落ちていくと、食物中に含まれるトリプトファンっていうのがあるんですけれども、それがインドールに代謝されて、そのインドールが肝臓に入って血液中になると、まあ、尿毒素って言われる悪い物質になるんですね。大元がインドールになりますので、キトサンを食べることによってキトサンがインドールを吸着してそのまま糞中に排泄させていくという機構で、キトサンが腎不全の予防あるいは治療ですね、使えるんじゃないかというところで今検討させていただいています。現在も概要として絆創膏ですね、あれの代わりとして使われているというのはもう実際医薬品として販売されています。まあ、キトサンから取れる天然多糖の中でもプラスマイナスで磁石みたいなのがありますよね。で生体成分の中でもプラスにチャージしてますので、相手側の傷側のサイトとしてそのマイナスチャージを持っているものが多いんですけれども、そのプラスチャージがあることによってプラスマイナスのチャージでこうくっつきやすくなったりして、その部分をこう保護したりで炎症を抑えたりというような効果があると。アレルギー成分って基本的にタンパク質なんですよね。でキトサンっていうのは天然多糖なので、そのタンパクと天然多糖をうまく分離することができればよりアレルギーを抑えられるだろうということで、そのアレルギーがある方にも応用できるようなキトサンの販売が最近行われつつあるという現状があります。はい、ふむふむ。そして特に腎不全治療に応用しようとしとるんじゃろう。腎臓って悪くなってしまうともう悪くなりっぱなしなんで、腎臓が悪くなるマイルドな状態をとどめておくことが重要なんですね。で実際腎臓が悪くならないとお薬っていうのは処方されないんですが、まあ、キトサンのような機能性食品であればちょっと悪いかなっていうような時に予防目的で摂取することが可能なんじゃないかというところで、そのキトサンをその治療じゃなくて予防の段階からこうケアしていくような、まあ、そういうケアもできるんじゃないかというふうに今のところ考えています。やはり機能性食品に今いろんなものがありますので、基本的にまあやっぱり薬品がメインになるんですけれども、薬品と機能性食品の相互作用がないというところを確認できれば推奨できるかと思うんですが、まだそこの実証ができていないので、今後そこの実証を重ねていってですね、まあ、キトサンもより推奨できるようになるんじゃないかというふうには考えています。はい、安楽教授の研究は身近なところにも生かされておるんじゃろ。もともとお薬の成分って少ないじゃないですか。でそれを保護するような例えば乳糖みたいなやつを混ぜて大きな錠剤になってるんですね、錠剤っていうのは。でもその錠剤の周りのやつを例えばキトサンなんかで保護することができればですね、主役のお薬もともとの効果プラスキトサンを混ぜることによってお薬の不経剤としても使えるんじゃないかなと、そういうような効果も考えているんです。
最初にお話ししましたように天然多糖類から取れる天然のものであるということはですね、やはり体の中に入れてもある程度副作用もなくですね、自然に取れるというところで、お薬とはちょっと違ったですね、予防感覚で、気軽に取れるおやつのような感覚でですね、予防ができるというようなものとして今後推進していけたらなというふうには考えています。はい、健康に暮らすためには病気を予防することが大原則じゃな。続いては免疫機能を利用した治療薬の開発に取り組む人物を紹介するぞ。ここは崇城大学薬学部薬学科大栗貴俊准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。はい、私は安価で機能を高めた抗体薬品を開発するということを目的に研究をしています。抗体薬はがんやリウマチなどの難治性疾患に高い効果を発揮しています。その抗体薬品の強みは特異性が高いということです。鍵と鍵穴の関係のように狙った分子のある部分にだけピタッと結合して作用することができます。基本的に他には作用しないので副作用が軽減できます。がんを例に挙げますと、抗がん剤というのはがん細胞がどんどん増えていくのを抑えるために、DNA などに作用してダメージを与えるのですが、抗がん剤はがん細胞だけでなく正常な細胞にも作用してしまうので強い副作用が現れてしまいます。一方、抗体薬品はがん細胞特有の分子を標的とするのでがん細胞のみに作用し正常な細胞へのダメージが抑えられます。抗体薬品は人の体内で作られるタンパク質を医薬品に応用したものであり、生産コストが高く価格が非常に高いという問題点があります。私はこの問題点を解決し、より多くの患者さんが使えるようになればいいと思っています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。抗体は大きなタンパク質で哺乳類の細胞を使って特別な設備のもと作られています。抗体分子の先端部分で作用しているのですが、抗体分子のその部分だけを取り出しても機能が発揮できることが知られています。この抗体断片部分を微生物である酵母菌を使って安く大量に作るという研究に取り組んでいます。具体的には抗体断片の遺伝子を酵母へ導入して、その遺伝子をもとに酵母にタンパク質である抗体断片を作らせています。酵母はフラスコ内で簡単に大量に増えてくれるので、そこから抗体断片を生成していきます。でさらに抗体遺伝子を改変することでより向上させた抗体薬品を作り出そうとしています。その一つとして、抗体はタンパク質なので熱に弱い性質を持つので、より熱に強いものにすることを目指しています。これまで遺伝子改変によりある部分のアミノ酸を変えたところ、構造が壊れる温度というものを5度上昇させることに成功しています。例えばなんですけど、100度でも壊れないようなそういう抗体断片ができればものすごいこう長持ちしますし、やっぱり安く作るというのを目指しているので、その分熱に強いと長持ちするということはやはり価格も抑えられると、そういうのを目指している。その他にも抗体には凝集してしまうという性質があるのですが、それを抑えるということにも成功しています。このように機能の高いものを作ることも行っています。大栗教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。抗体薬品は非常に優れた分子ですが、高いというのがやはり問題です。抗体断片が医薬品として応用できれば生産コストが抑えられ、薬の価格というものを抑えられる可能性が出てきます。そうすれば医療費を抑え、多くの患者さんが治療を受けるようになるのではないかと期待しています。また現在では抗体薬品に抗がん剤をハイブリッドさせたタイプのものが次世代の医薬品として開発されています。
私は抗体断片に優れた抗がん作用を持つ分子をハイブリッドさせたものを作り、治療効果の高い薬を開発したいと考えています。崇城大学薬学部の活躍がますます楽しみじゃ。